この動画では、SP、フラッシュツールを用いて、メディアテック搭載デバイスを初期化する方法をお教えします。今回は、ユミディジ A5 Pro を使用しますが、他のメディアテックデバイスでも同様にできると思います。始める前に、すべて自己責任でお願いいたします。また、質問にはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。まずは、デバイスの ROM をダウンロードしてください。ユミディジの場合は、まずユミディジ .com にアクセスします。ページ上部のバーにある、コミュニティをクリックしてください。ページ下部の、ロムをクリックしてください。初期化する端末をクリックします。そして、最新のロムをクリックし、ロムとフラッシュツールをダウンロードします。ダウンロードしたらファイルの解凍には 7zip が必要なのでインストールします。インストールしたら、両方のラーファイルを 7zip で展開します。両方とも展開したら、SP フラッシュツールフォルダ内のフラッシュエグゼを実行します。スキャーターローディングファイルのチューズボタンから、ROM フォルダ内のテキストファイルを選択します。ダウンロードボタンを押します。そしたら、シャットダウンした端末を通信できる USB ケーブルでパソコンに接続します。このようにバーが表示されたら処理が行われています。これで完了です。起動すると、セットアップ画面が表示されます。この動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。